口に甘えて親父に殴られたりしなかったの僕は殴られて育てる人間ですよだからしっかりしてるよそれこそうよ体罰 DV じゃんでもそれをねあのー まあ確かに理不尽なこともいっぱいあったなというふうに感じるけども悪いことした時に殴られたってなってそれで DV だって騒ぎ立てるのも意外と違うと僕は思ってますよあのまあ教育上どうしてもしょうがないみたいなところは僕は必ずあると思うんでなんか手が出たイコール暴力だっていう考えはあんまり良くないと思ってるそれはね本当にうん甘い甘い考えやなっていうか世の中なめてるなっていうふうに思うわ戸塚ヨットスクールはあのぜあの、まあ、閉鎖した方がいいと思ってるけど 結局そう、それが次は言葉の暴力に変わって、で、ギリギリのラインでどうやってやるかっていう風にみんな形を変えてくんかもしれんけどね、意味が根本が解決されてね。だったら素直にお前な、殴って、アホってそういうことしたらあかんやろまあ、殴られたけど、まあ、痛い、まあ、あかんことしたんやなってなった方がええわ。うん、考え方が古いですよ。うるせえ、ぶん殴るぞ。<laughs> いや、古いって言うかもしれんけど、お前、今の惨状見てみろよ、インターネットのクソ、このクソ、陰、陰質な、陰キャじゃねえぞ、陰質な感じの、こっちのは胸クソ悪いわ。うん。まあ、お前ら手出せねえからな。なんかな、爽やかじゃねえんだよな。うん、傷ついたことのない子供たちの末路だよ。ツイッター滅ぼそうよ。 おいちゃゃんんだって陰じゃんそれは俺が元々陰湿やっただけや。自分が陰湿だからって陰湿な行動が正しいとは限らないって話よ。これを二面性っていう方がいるかもしれないけど世の中そんなもんだと思う。そういう人はたくさんいるよ。矛盾だで。矛盾じゃねえよ。タバコ吸ってるやつが嫌いとかいうやつもおるやろ世の中には。でも俺はそうやって言ってる人と友人やったりする。でもそういうのってさなんか別に自分は嫌いでそういうやつ嫌いやけどもっておのおのを見た時違うってなるんですよね。 そんなもんよ。そうやって言ってでもなんかなんかそういう人間もおる。 でしょ V 嫌いじゃんって言うけど V が嫌いなのはあのね俺最近気づいたわもうなんかツイートしたら多分バズると思ってんねやんけどさ僕は炎上したくないから知らんけど俺気づいたことがあるやっぱ V がさ生身のこう現実世界であって話する気持ち悪さってさなんかアイドルがさ恋愛の自分の彼氏の話してるぐらいの気持ち悪さがあるなっていうそういうところが嫌いなよ v の VTuber のそう俺多分そういう嫌悪感を抱いてんねんやろなって思うわかるよなこれそやんな すげえそういう感じするわっていうどういう意味ってだってバ,バーチャルじゃん何でもねえやんこれ分かるやつと分かんないやつと分かれてるやんだ俺は分かる方の思考しそうない、うん今のすごくいい例えだったよでんかそう,いうそういう気持ち悪さをすげえ感じるそういうところが嫌いって話 でも設定守ってる部位もいるかもしんないし、まあ、個人の人間として、まあ、絵だからな人種が違うからなんとも言えんけど好きな Vtuber はいるかもしれない守ってなくてもな、まあ、個人を知らんからなんとも言えんけどパッと見の印象は悪いなうんうんリアルにわせになって話だよそういうことよどうでもいやい,いや,いやよくないです一概に批判してるわけじゃないのかってそりゃそうよ ほんほんよあとは単純にあなんか皮かぶって人気になってるっていうそれがなんかって思うぐらいまあ僕もね活動そろそろ14年目を迎えるんですけど。 だって俺14年もずーっとこうやってさなんなら顔出すのもさ抵抗あった人間がよずーっと喋りでさこう声だけでずーっとやってきてるのになんか映画配信に邪魔くせえ映画映ってるのにそれに人気になってるって悔しいやん別に言うだってええやんそれぐらいの権利ありゃそれ認めろよでもこんなこと言うとるけど俺めっちゃ仲えい VTuber とかおるからうんうん時代は変わるんやなーうんうん 今名前出てるやつ全員そうです。<laughs> <laughs> あ、めっちゃ長い今名前、あ、まだ出てるな。まだおる、まだおる。めっちゃたまぶ。うん。はあ、匂わせやめてくださーいって。